こんばんは。お家に帰ってきました。ただいま。さあ、ということで本日も頑張りました。乾杯。本当に今帰ってきたんだよね。とか言って急に飲み始めて、声もカラカラだし、どうなってんの？ ただいま。まだ晩酌をしている皆さん、乾杯。朝出かける前に見てた。あ、渋谷来てくれたの？朝。さっきぶり。明日成人式おめでとう。そうだよね、明日成人の日だもんね。だから明日成人式に、出席する新成人の皆さん、もう寝てください。早いでしょ、朝支度。ちなみに私朝から出てるから、テレビ、フジテレビをジャックしますから、朝目覚ましテレビからですかね、夕方ぐらいまでずっと出続けますので、ぜひ見てください。だから目回した4時には起きるから、新成人の人の気持ちになりながら向かうね、フジテレビ。成人式頑張る、頑張りつつ、でもすごい晴れ舞台だから、ご両親に感謝しつつ楽しんできて。おめでとう。大人だね。もう大人って何が大人なのか分かんないけど、おめでとう新成人。ドラマは明日の夜9時からです。でもね、19時からネプリーグにも出てますから、だからまあ明日は一日中メインと一緒ですね。よろしくお願いします。ん？宿題やらなきゃいかん。大変だね。宿題ってやだよね。ビール飲んでます。でももう明日も早いから、これで終わりです。明日はさ、ほら、朝からさ、ジャックして、きっと放送前に一回仮眠を取ろうとしてるだろうから、インスタライブする時間ないなと思ってしちゃった。本当はお知らせしてからしようと思ったのに。箱詰めのペア見れるのめった嬉しい。そうだよね、箱詰めぶりの共演だから、2年ぶり。 撮影は順調ですか？順調だと思います。頑張っているよ。夢の国の帰りでめいちゃんのインライン見てます。いいなー、行きたい。楽しそう。明日ドラマ、成人式だしドラマ始まるし楽しみ。ねえ、楽しみ。私もさ、まださ、完成をね、見てなくて、明日のリアルタイムでオンエアって皆さんと同時に見るから、なんかドキドキするよね。イントロドンの番組見ました。ドレミファドンね。もう本当に面白かった。もうね、いまだに話すぐらいに楽しくて、私たちもう月9チームみんな真剣になりすぎて、もう本気すぎて
だからさ、まあ、残念ながらね、優勝はできなかったんだけど、優勝できなかった時も本気で悔しがってた。すっごい楽しかったですあれ。私オンエアも見てて楽しかった。そう、村重さんすごい盛り上げてくださって楽しかった。月9チームが一番楽しそうで見てて楽しかった。よかった。でも本当にただただ楽しんでたら終わっちゃったの。なんかもう終わりみたいな感じだった。ドッキリグランプリの新一のやつ見ました。あ、なんかすごいさ、あんなにさ、何、あの空間を楽しませてくれようとしたんだろうけど、なんかあんなに面白くしてくれるとさ、一緒にいてすっごいこちらが楽しくて嬉しかったです。面白かったですよね。めいちゃんこんばんは。三田来家炎上する8話まで全部見ました。おお、ありがとうございます。そうだね。あ、だからそれで言うと、ほら、配信ドラマってそうやってさ、ずっと配信が終了するまでの間ずっと見ていただけるから嬉しい。ありがとう。どうでしたか。クリスマスにプロポーズされたの。おめでとうございます。すごいね。なんかクリスマスにプロポーズってなんか夢みたいな話だね。おめでとうございます。末永くお幸せに。いいね。めいちゃんって頭いいの。頭よく見える。いや、あのね、勉強はできない。そんなできないことをそんなね、大きな声で言うもんじゃないけど、勉強はねできないね。うん、自覚してる。ただこういろんな人と会話したりとか、それこそね、表に出ることによっていろんな人に教えてもらって、なんとか勉強というか教えてもらって学んできたところはあるけど、でも勉強はできない。全然できない。できないとか言ってる場合じゃないんだけどね。しろよって話なんだけど、できません。年越し何食べた？年越しそば食べたよ。普通に。でも私何を思ったかね。普通に紅白を見て、あー、なんかもう大晦日だなとか思ってたの。ちゃんとその時まで思ってたの。だ、やばい、年越しそば食べないとと思って、で年越しそばを作って食べて、あ、食べ終わった、お腹いっぱいだしちょっと休憩したらお風呂入ろうって思ってお風呂に入ったわけ。そしたらさ、湯船の中で年越してた。やばくない？で、湯船でなんか見ようと思ってさ、携帯置いて見てたわけ。あ、湯船中にじゃないよ、なんかこういう台みたいなやつにこう置いてね、見てて、そしたらさ、友達からさ、明けおめーみたいな来て、あれ待てよって思って見たら1月1日の0時みたいになってて、年越してると思って急いで湯船で立ち上がって年越しジャンプした。だから遅れてる。みんなより何秒か遅れてジャンプした。そんなことあるのって話でしょ。今日は何したんですか。今日は朝から渋谷のモディで君ここのなんかパネルを展示してくれて、ちょっとこうお話しする時間もらえたから、そこでイベントみたいなのして、
その後ドラマの撮影してました、そのまんま。で今終わって本当帰ってきて5分ぐらいでインスタライブ始めたって感じ。おみくじ引いてない今年。おみくじでもなんか今年大吉な気がするめっちゃポジティブ、私なんか大吉な気がする今年。みんなも大吉。勉強は小5で諦めたっていう記事見たそうなんだよね、なんかさやっぱ向き不向きってあるじゃんとか言って、まあ普通にある程度の勉強やっぱできた方が生活しやすいとは思うんだけど、でもなんか向いてないって思っちゃったんだよね。勉強に惹かれなかった。もうこの発言がちょっとおバカちゃんでしょ。でもまあ気が向いたらやりますから。そう、それこそ英語喋りたいって思ったら英語の勉強をするみたいな感じで、今さらねえ、ほら因数分解やりたいとか思わないし。でも自分が強制的に学校の教室にいるとき、強制的に授業を受けてる時間だけでもやっとけばよかったなとは思う、今になればね。なんかその時はどうやってちょっとだけサボるかみたいなことを考えちゃってたから、そうじゃなくてもう1時間はい授業はい国語の授業始まりますって言われた時間だけはちゃんとやればよかったっていうのは思う。掛け算はできる、割り算もできるし、足し算も引き算もできるよ。分数もできる。因数分解もちょっとこう 2x がなんかっこなんとかがとか出てきて、あこうだったっけってぐらいは分かる。でも今使うかって言ったら使わないじゃないでしょ、ぐらい。長野県のお雑煮はどうなの。お雑煮食べてない今年。ママはお雑煮作ってくれなかった。そういつもねおじいちゃんがお雑煮を作ってくれてたんだよね。美味しいんだよなお雑煮って。うどん派ですかそば派ですか。もう麺だったら何でもいいからな麺何でも、でもなんか調べてね、その年越しそばを食べて、そのさなんかつゆ、そんな私こだわってなんか作れないからさ、本当になんかベベベベベって感じなんだけどそのちょっと出汁が残ってしまったのよおそばので、なんか出汁捨てるのもったいないなと思って、次の日の朝ごはんもそばでいいやと思ったの。でも年越しそばのためになんかそばを用意したもんだから、あれそばって年明けそばみたいにしてもいいのかなって疑問に思って調べたら、年明けはなんかうどんがいいみたいに書いてあって、だ年明けはうどん食べた。だ1月1日の朝ごはんはうどんにしました。かゆっ。好きなお雑煮の具は餅。お雑煮って餅が入ってるやつだよね。餅が好き。今日なんだっけ、なんかで現場でなんかセリフ、メイちょっと今のセリフもう一回言ってみてって言われて、え何って普通に言ったら、あ今言ってる、さっきちょっとなまってたって言われて、え私東京なのにって思ったんだよね今日カレー食べた、いいね。目昨日食べた。5分でビール、そうです、あ飲むの忘れてた。
私大吉だった。いいね。すっぴんですか。すっぴんです。もう終わってすぐバババババって落として着替えて帰ってきちゃった。2024年版のロック画面欲しい。どうしたらいいの。竜のなんか竜なんだ。お兄ちゃん勉強できる。お兄ちゃんはね勉強できるんだよね。いいよね。いいよねっていうか、まあ勉強してたもんなきっと。知らないけど。勉強しなくてこんないい人になれるなら安心。あ、嬉しい。嬉しいです。でもさ、ほら、いい人って言ってくれてるけどさ、人によっては私がいい人じゃなくて嫌な人に見える人もいるだろうし、もちろんね、いい人でいたいなとは思うし、それはなんか自分が思ういい人でありたいとも思うし、自分が大切に思う人にとって、ああメイっていい人だな、メイと一緒に入れて嬉しいなって思われる人でありたいなとは思うけどさ、難しいよね。みんないろんな考えがあって、いい人の基準もみんないろいろあるし。年越し因数分解しました。うそだね。え、ほんと？約分ってなんだっけ？懐かしい。因数分解のプロになろう。大丈夫。すごいみんなさ、なんかあれ？なんかさ遅れてる？これなんか今めっちゃ数学のやつ来るんだけど。あ、今お雑煮がめっちゃ来る。遅れてるでしょこれ多分。あ、なになに、あ、危な、なんか誰かブロックするとこだった。え、何ブロックって、これブロックもできんの？え、何？ちょっと待って、これ、え、あれ、これどこ見てんだ。あ、めっちゃ遅れてるって。やっぱそうだよね、みんなのコメントがめっちゃ遅れて。あ、え、メイが止めてたのかも。声が遅れて無理できない、聞こえ、新チェックです。これ読んだタイミングで確認しますってマネージャーさんが言ってる。どう？切り抜き見て好きになりました。初見です。あら、どうもいらっしゃいませ。嬉しい。あれ？声が遅れて。ねえ、本当にこれできないよね。え？おい、あ、無理だよ。どうやってやったらいいかわかんない。だってさ、口開けたら声が出るみたいな、なんか仕組みになってるじゃん。え、マネージャーさん、あ、20秒から30秒遅れてるって。わお、そんな遅れてんだ。しかもね、このさ、コメントって全部見れないのかな。すっごいゆっくり出てくるんだよね。
明日のドラマってどういう系のドラマですか？明日のドラマは、明日から始まるやつはファンタジーラブストーリーです。とってもいい、とってもいいドラマなんですよとか言いながら、まだ1話見れてないんだけどでもすごくね、台本を読みながら、撮影をしていながら、現場でキャストスタッフがこんなにもみんなしてなんか、あー苦しいとか、なんかわーいいね、なんかこのシーンって言いながら撮れるのも、まあ、もちろんスタッフさんのがもうすごく共感型でいてくれるから、キャストの動くこう感情だったり思いだったりを全部受け止めて、あの話を聞いてくれるっていうのもあるんだけど、すごくね、一致団結して撮ってる空気感はきっと完成を見てもわかるんじゃないかと思います。何時からですか？月9ということは、一人時間差トーク、なんだそれ、一人時間差トークしてほしいです。ご飯食べました？今日はね、何食べたんだっけ。朝ごはんはおにぎりと卵、いつも通り。お昼ごはんはマーラータン食べて、夜ごはんの時間が今日すごい早くって、16時とかだったの。だから夜ごはんは一旦サラダ食べました。初回は延長しますか？初回はね、30分拡大なので、月曜日の明日の21時から22時30分までです。目ピアス開いてないんだよね、一個も。なんか開けるタイミング逃しちゃった。開けたい気持ちもあるんだけど、なんか今更開けてもなっていう思いもあったりして、でもちょっと開けてみたい。めっちゃ痛そう。一旦ってことはこれから何か食べるの？なんかでもお腹が空いてんのか空いてないのか分かんない時ってない？なんかね、空いてる？どうしようかな。これからお風呂入ってお腹空いてたら何か食べるかも。イヤリング痛い。わかる。イヤリングはイヤリングで痛いんだよね。こうずっとずっとねついてるとね、ここ締め付けるしね、しさ落としたくないからさ、ちょっとさ強めに締めるじゃん、このネジっていうか。痛いんだよね。わかる。英語の宿題やりながら見てるけど英語全くわからない。英語ね、難しいよね。 Thank you。 英語ね、こうさ外国の方とお話しする機会もあったりするからさ、その度に勉強しなきゃって思うし、あの学生の頃から英語だけは好きだったので、それこそ洋楽も好きだったから、こう通学電車とかもずっとこう洋楽の音楽を聴いてたのね。だからこれを聴きながら全部理解できたらすごい楽しいだろうなと思って英語の勉強は好きだったの。なんだけど、いまだにお話ししてくれてることを理解できても、それにね瞬時に返せない。もう片言みたいな。 This is a pen。そんなこと言うことないんだけど。
うん、今私がなんかよくわかんない話してる間にすごい流れちゃった。靴下かわいい。裸足です。めいちゃん韓国語話せる？韓国語話せません。もうあのアニャセヨーチャルモキスムンダーとかなんかケンチャナヨーチンチャマシソーとかしかわかんない。今行きたい国はロンドン。クリスマスにロンドン行きたかった。もう過ぎちゃったけど。でもなんか寒い時期に寒い国っていうのもなんかいいなって思うんだよね。スウェーデンとか。お風呂は何分入るの？いやちょっと今日別に体冷えてないしめんどくさいからシャワーかなロンドン国じゃねえし。だってえ何じゃあヨーロッパってことって言えばいいってことですか？どういう方ですか？今外寒いよ。外ね、そうだよね、寒いんだよな。あ、イギリスって言えばいいってこと？あ、すいません、なんかイギリスに行きたいです。あ、ドイツめっちゃ良かった。去年行ってとっても良かったです。また行きたい。アメリカ、アメリカも行きたいですね。アメリ、あ、じゃあイギリスのロンドンに行きたいです。アメリカのニューヨークに行きたいです。でいいですか？そんなじゃねえしとか言わなくていいのに。まあいいけどね。なんかすっごいゆっくりだな。私電波が良くないのかな。台湾に行ったことがありますか？台湾行ったことないです。行ってみたいです。ご飯がめちゃくちゃ美味しいって言った人にみんなに言われるからご飯食べに行きたい。反映されないコメントとかあるのかな。きっとあるんだと思う。すごいゆっくりなの。香水つけてる？香水はドラマの撮影とかはつけてないです。にゃん。山田くんだって言ってる。え、山田さんいる？どこどこ？え、嘘嘘。ほら全然わかんない。え、太陽くんどこにいんの？アメちゃんとコメント来てます。え、マネージャーさんのコメントばっかり来るんだけど、すごっ、なんでだろう。太陽くん明日も早いよ、私たち。これ？え、これってさ、そのタグつけてくれてる、タグっていうか何？アットマーク？あ、タグか。タグつけてくれてるのって押してもさ、大丈夫なの？バイト今終わりました。お疲れ様って言って。お疲れ様。気をつけて帰ってね。
だ、明日も早いね、だって早いですね。明日も朝からテレビですよ皆さん。朝起きたらすぐにフジテレビをつけてください。冬休みの宿題問題、冬休みの宿題、そっか、ちょ、え、いつ9日ぐらいにもう冬休み明けってこと？冬休みか、いつからなの今、いつからいつぐらいが普通？明日目覚ましテレビ出る、いい目覚ましになりそう。本当？起きてって言えばいい朝から。じゃあ、あ、9から学校、10です。あ、そのぐらいなんだね。じゃあ明日は見れるね、君ここ。19時からネプリーグ見て、21時から君ここ見れるね。わーい、明日のスケジュールが決まりましたね。明日娘が成人式です。おめでとうございます。嬉しいですね。子供たちっていうか新成人のみんなもワクワクする日だけど、きっとご家族の方々、ご両親なんて特にね、え、嬉しい、なんか感慨深い日ですよね、きっと。おめでとうございます。成人式の日何してた？成人式の日は私はね、寝てた寝てて、あの夕方からの、あの夕方じゃなかったね、あのクラス会にみんなが行ったりしてたから、その後夜からあの女子メンバーだけで集まってご飯行きました。でみんなからなんか、あのこんな感じだったよっていろんな話聞いて、面白かった。うーん、成人してから初めて飲んだお酒はビールです。お母さんとビールで乾杯しました。なんかすごい、え、ドラマ見ます、びっくりマークすごい多い。うん私はもう寝ようかな。皆さん、あ、コメントが遅れてるんだね、やっぱり。皆さん、明日からとにかく月9を見てください。もうまずは1話見ていただきたい。そこからきっと1話見たら2話が見たくなるはずです。もう見てないから細かく言えないし、まあね、放送前だからそんな細かく言ったらあれなんだけど、見てください。だから朝から10時半まで、22時半まで私たちは一緒です。見てくださいね。そして新成人の皆さん、本当におめでとうございます。素敵な一日になりますように祈っております。じゃあお風呂に入って寝ます。また明日テレビでお会いしましょう。早く寝てね、あったかくね。バイバイ。